有名な握手の歓迎。マーキュリー・レッド・ストーン・ロケットでの飛行の後、救助船、アセス・ドンナーの副長から歓迎されるハム・ハムは、1961年に人類に先駆けて宇宙飛行をしたチンパンジーである。ハムは、ニューメキシコ州のホロマン空軍基地内にあり、ハムの訓練を行ったホロマン宇宙医療センターの略称であった。百五十六年七月に、 カメルーンで生まれた。捕獲され、マイアミのレアワードファームに送られた後、アメリカ空軍に購入され、1959年にホロマン空軍基地に連れてこられた。宇宙飛行実験の候補となっていたチンパンジーは40匹。集められた中で、テストにより18匹が選抜され、さらに候補は6匹に絞られた。飛行する前には公式には6号と番号で呼ばれており、 ハムの名は地球に無事帰還した後に使われるようになった。飛行が失敗して名前のついたチンパンジーが死ぬことが好ましくないと当局が考えていたために名前が付けられなかったとされる。訓練士の間ではチョップチョップちゃんと呼ばれていた。1959年7月から2歳であったチンパンジーはライトや音に対して反応するように訓練が始められた。 青いランプが点滅したら5秒以内にレバーを押すように、誤った反応をした時には、軽い電気ショックが与えられ、正しい反応をした時には、バナナの塊が与えられた。1961年1月30日、マーキュリー計画の中で、フロリダ州ケープカナベラルから宇宙に打ち上げられた。ハムの健康状態と行動はコンピュータでモニターされ、地上に送られた。 飛行中に飛行カプセル内の気圧はいくらか低下したが宇宙服によってハムは守られた。地上からの指示に対するハムの操作は地上での訓練とほとんど変わらずに行われ飛行は成功した。ハムの宇宙船は16分39秒の飛行の後大西洋に着水しその日の午後遅く救助船に救助された。ガツを目指した二人の科学者によれば ハムを打ち上げた、レッドストーンロケットは燃料を予定よりも早く、使い切ったため、脱出用のタワーロケットが点火され、軌道が大きく狂い、さらに電気系統の故障も重なり、ライトの芝叩き方に応じて、バナナを支給するシステムは、大混乱を生じ、ハムは信号に対して正しくレバーを押し続けたにも、かかわらず、電気ショックばかりを見舞われる、悲惨なことになった。 海面に落下した時の衝撃も大きく、カプセルに大量浸水し、救助された時も半ば溺れかかった状態で、カプセルから出された後、反響乱となったハムは、人と言わず物と言わず、ところ構わず噛みつくありさまであったという。ハムの飛行の10ヶ月後、もう一匹のエノスという名前のチンパンジーが、地球の周回飛行に成功した。これは、 ソビエトのユーリガガーリンの周回飛行やアメリカのシェパードやグリソムの弾道飛行の数ヶ月後であったが、アメリカの宇宙飛行士、ジョン・グレンのフレンドシップ7の地球周回宇宙飛行の前の飛行であった。ハムは飛行の後、ワシントン DC の国立動物園、後にノースカロライナ動物園で17年間生存した。死亡後、軍病理学研究所で検視された後、 骨格はスミソニアン博物館に保存され、遺体はアラモゴードのニューメキシコ宇宙歴史博物館前に埋葬された。マーキュリー計画で訓練された唯一のメスのチンパンジーでハムのバックアップに選ばれたミニーは、マーキュリー計画の終了後、NASA のチンパンジー繁殖計画に用いられ、9匹の子孫を残し、何匹かの他のチンパンジーの養育に貢献し、 1998年4月14日に42歳で死んだ。2008年にアニメーション映画スペース・チンプスが作られ主人公はハムの孫という設定でハム三世という名前にされた。2008年にはオレゴン州のホークロックバンドバークハイドホーンがハムザ・ストロー・チンプという曲を作った。ありがとうございます。